とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は新しいビルドが完成したかもしれません。結構自信があります。まず、この装備から。弓は、ハープクロスボウです。無限ダイナモが使えるハープクロスボウですね。そして、防具は、ウィザーのアーマーのポーションバリア付き。武器が、囁く槍。ですね。遠くの敵を安全に倒すことができるので、これを採用しました。で、アーティファクトは、雷の矢筒、雷の矢筒、キノコ。この3つとなっております。これはね、すごいと思うよ。今 HP が結構減ってますよね。まあ、通常攻撃ではこれぐらいしか回復しませんけども、無限ダイナモの弓を使うと、一気に全回復することができます。かなり安全に、HP を回復させることができるので、すごくおすすめです。これはね、強いと思うよ。行ってみましょうか。それでは、デイリーさんの寺院に行きましょう。ペットの数が3に固定で、モブダメージが 50% 増加。で、輝きを持ってるっていうやつですね。大丈夫だと思います。まあまあ、問題はね、無限ダイナモが切れないようにするっていうこと。今のやつめちゃくちゃ速くなかった？どうした？なんか超スピードできたけどね。じゃあ HP もゴリゴリ回復できはするので、そう死ぬことはないとは思うんだけども、まあまあ一応安全を期していきましょう。で、この下にとりあえず1体のキャプテンはいるでしょう。でね、以前ね、キノコなしで槍を結構使ってたんですけども、キノコありだとあれだね、安全性が増しますね。キノコありだと安全性がぐっと上がる。やっぱりキノコなしで攻撃するとちょっとね、重力から外れてくるやつが出てくるんだよね。でも、これね、キノコを入れてると、重力がずっとつくので、いい感じです。いいね。HP もすぐ回復するんで、全然大丈夫。ある程度敵を増やしてから倒していく。いや、それは、安全性が欠けるね。まあ、とにかく安全に行くっていうのが、この装備のいいところではないかな。うん、超安全に行けるんで。よし。行きましょう。多分この先にもう1体か2体ぐらいは、キャプテンが潜んでいるので、そこも倒しながら行きましょう。とりあえず、脅威が今1ついてますね。なので、神秘で何がつくのか、えぐいやつがついてくれるかな？どうだろう。攻撃力ダウンとかね、そういうのがついたとしても多分大丈夫なんだよ。全然対応できていけると思うので、まあそういうのがついてくれても構いません。どうだ、いる、ナイス。どこ、ポーションバリア作って飛ぼうか。 OK いい感じ、いいね。早い。まあ、とにかく、切れないようにしましょう。あ、ナイトモード。うん、ナイトモードは嫌いだ。まあまあまあ、注意していくしかないっすね。ナイトモード出るなって、なんか最近ナイトモード結構出るような気がする。これが来るとね、休憩ができなくなるんで、嫌なんですよね。じゃあ、火力すごい、素晴らしい。いけ、オーケー、いいね。多分この先にはね、いないんだよね。この先にはいないと思う。なんだ、モブ速度か。いや別にモブ速度は上がらなくてもいいんだよな。いない、これにはいないと思う。
あ、キャプテンいた。こんなとこにいるんかい。戦いにくいな。ちょっと待って、オッケー。ちょっと戦いにくい。無限ダイナモが、うわ危ねえ。回復するまでがね、若干時間がかかるんで、そこも注意しなきゃいけない。脅威が2ですね。ってことはあっち側はいない。進みます。いた、キャプテン発見。おーね、おっしゃー、あぶねー。攻撃力がね 50% アップしてるので痛いもんね。なんだ、うん、あ、モブ HP が 100% 増加。おー、当たりですね。オッケー。ではあと脅威が1か。洞窟の中にいるかな、最後の。いきまーす。最終関門まで来ました。もうちょっとやね。いや、しかしね、めんどくさい。ナイトモードが。ナイトモード、ほんとめんどくさいな。はいはいはい。途中でね、急に出てくる、クリーパーとかも、もう、死にそうになるから。嫌なんだよね。うん。OK。で、特にこういうところは敵が多いからさ、戦いにくいのよ。よし、OK。敵の HP が 100% 増加っていうのもね、なかなか厳しいところだけども。あ、危ねえ！あぶねえ！今みたいな時にはポーションバリアが絶対必要だもんね。もう敵出てくるなって、もううっとうしい、多すぎる。やっべやべ、死ぬとこ死ぬとこ。よし、あぶねえ、やばいやばい。もう重力パルスやめろ。オッケー。にゃー嫌な場所、本当に。もう、オッケー、オッケー、いけたね。あ、ちょっと待って待って、こういう時よ、こういう時の、よし、チェックポイントに合わせて、オッケー。で、ここでナイトモードでね、クリーパーが急に出てきて、爆発とかもね、あり得るからね、そういうのも嫌。これ虚無じゃなくって商談だったらもっと良かったのかな。うーん、なんか虚無の効果があまり感じられないんだよね。 OK。 でも商談で、うん、ダイナも商談したかな。あ、しないか、商談しないわ。ならば、そうね、やっぱ無限が入った方が、いや、あんま関係ないか。まあ、何が正解かはちょっとわからないですね。わからない。虚無の方で当たりだったのかもしれないしね。もうめんどくせえ、お前ら本当にめんどくさい。こう、遠距離からの攻撃やめろ。とりあえずこの鍵を、開けるまでは何もしないでください。オッケー。ではちょっとこの下行ってみますね。頼むよ、キャプテン。やっべ！死ぬ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 。いるかい、キャプテンは。いるいるいる、よかった。ちょっと待って、霊気のスライムうっとい。ちょっと待って。霊気のスライムやめてくれ。うわ、ちょっとここ動きにくいから。いや、おいた、よかった、危ねえ。あ、オッケー、もういいもういいもういい。ああ、いやー、来るな来るな来るなって、くそ、めんどくさい。よし、やべえ、やべえ、
影に紛れてこうクリーパーが寄ってくるなって。じゃあはい、ではボスでーす。ボスでーす。ちょっと一回死んじゃいました。でもね、復旧できるもんだね。でボスはさ、キノコじゃなくって、あ、もうダメージが入るようになってからドラを入れようか。ドラ入れると多分速攻でいけるような気はする。ちょっと待って、ちょっと待って、あーでも無理か。 OK、 うーん、めんどくせえ。 OK、 やばいやばいやばい、もうものすげえダメージだ。めんどくせえよお前たち。じゃあ、うわあ危ねえよかった、一瞬で回復するからよかった。待って待って、お前も一緒に倒す。よし、オッケー。硬い硬い硬い、普通に叩くと硬い。よし、ではあとはここ一番奥まで行くのがなかなか難しいんだよね。もう行かせて、もうクリアさせてくれ。クリーパーであの硬さかよ。いやー嫌な場所だなここは。おっしゃっしゃ、あー危ない、やられた。やっべえな、こいつはやばいぞ。ちょっと待って、無限ダイナもないと結構こうきついんだって。よし、オッケー。でもなんとかいったる、いっちゃいますよ。俺こんなとこ行ってたの、ちょっと勝てえし痛えし。ちょっと待って、おい、えらいこっちゃ、えらいこっちゃね、これここきついな、これ最後の最後むちゃくちゃきつい。しゃあ、ダイナモがなんとか10近くまで溜まってきた。これぐらいになるとそこそこ火力が出ますね。 OK、 うわっめちゃくちゃ来やがった。 OK、 はい、いけましたね。いや最後ギリギリだったわ。はい、ということで今日はこれヤリビルド、使ってみましたけども、なかなかいいかもしんない。槍で敵をこう近づかせないようにして、で無限ダイナモで倒していく、これはねなかなか良かったと思います。はい、まあこの無限ダイナモのねハープクロスボウなかなか出ないんですけども、出たら使ってみてください。かなりおすすめです。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。